ーマーーんですバレーボール久光製薬、<laughs> 実は奥原花を獲得したそうです。その奥原花さんアメリカ出身で、実は日系アメリカ人だそうでございます。野球で言うともう、バレーボール界のヌートバーですね。ラーズヌートバー、はい。バレーボールのヌートバーも、実は、あの、小林さんともう一人は奥原花さんのお二人です。奥原花さんも日本代表にぜひ、招集してほしいです。175センチあるので、はい。確かにね、奥原花さんも、 え、日本代表はもう間違いないと言っていいでしょう。やっぱりバレーボール女子が、えー、バレーオリンピック進出できなかった理由は、やっぱり、ヌートバータイプの選手がいないとダメです高さもそうですが、ヌートバータイプの選手がいないと勝てませんこれでは勝てるわけがございません皆さん、ラーズヌートバーは確かに日本代表を呼んだことで優勝したそうですやはりペッパーミルが話題になりますね。バレーボールでもペッパーミルぜひ披露してほしいと思います。はい。どうもっかぜひともコメントでお願いします。はい。 というわけで以上でございます。バイバーイ。